はい、おはようございます。じゃあ、本日も始まりましたユニークキャリアラウンジ。ユニークがやっている29歳以下の方に、いろいろ人生転機とかお伺いして、まあ、同世代の方は結構見てるんですけど、まあ、そういう方に向けて、まあ、自分の人生の転機というか、流れとかキャリアとかの参考になればなということで、やってるインタビューです。はい、よろしくお願いします。で、本日は、藤岡千恵里さんにお越しいただきました。藤岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと早速で申し訳ないんですけど、藤岡さんの方から軽く自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、大阪でボンファイアーホステル大阪というホステルを経営してます、藤岡千恵里と申します。今25歳で、ホステルを始めたのが昨年の9月になるんで、約経営始めて半年のまだまだスタートしたばかりです。あと、はい。紹介。何 でしょう。今は、一応、まだホステルの経営だけやったら、ちょっはい。と不安定な部分もあるので、まあ、バイトもしながらという形で、フリーター兼経営者として頑張っています。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんか、ホステルの経営って、あんまりイメージはないんですけど、なんか、具体的に、日々どんなことをされてるんですか？もう本当に一人でやってるので、あ、一人で、はい。はい、ゲストハウスの掃除から、予約サイトの作成や、予約入ってきたやつの、まあ、受け取りメッセージの返信とか、お金の管理、チェックイン、チェックアウトの対応とか、全部一応やってて、で、まあ、経営って言ってもまだ私も、全然その経営学とかは知らないので、詳しいことはわからないんですけど、今の全般的に何でも一人でやるっていう感じです。全部お一人でやられてるんです。ありがとうございはい。ます。はい。じゃあ、本日は、藤岡さんにいろいろ、まあ今までに人生の転機とか、まあここに至るまでの道のりとかを聞いていければなと思います。まあ一応事前に、お伝えしたいこととして、テーマをいただいているのが、まあいろんな人に愛知ることで人生の選択肢が広がるというところで、はい、主にそこを、まあ、メインテーマとしていろいろお話、お伺いできればなと思います。はい。よろしくお願いします。お願いします。では、事前に藤岡さんの方で、今までの人生の転機とか、まあ、グラフにまとめていただいた資料があるので、ちょっとそちらを、まあ、ちょっと私の方で読みつつ、進めていければなと思います。で、まあ、7歳からスタートして、まあ、25歳の今まで、ちょっと転機を、5つ書いていただいたんですけど、はい。で、ちょっと早速、まあ、1つ目の転機が、当時7歳の時にお母様が亡くなられたというところから始まるんですが、まあ、ちょっとここからお伺いできればなと思います。はい。はい。実際、その時のどういったことで亡くなってしまったのか、まあ、話せる範囲で大丈夫なんですけど、少しお伺いしてもよろしいですまあ、普通にか。日本人でよくあるがんで亡くなったんですけど、はい。うん。はい。まだ当時7歳とかだったんで、その病気ってこともあんまりわからないし、は死ぬってなんだっていう感覚で、今まで生きてた人がいなくなるっていうことが理解最初できなかったんですよね。はい。でも周りの大人はみんななんか悲しんでるし、かわいそうな目で見てくるっていうので、ああ、きっとこれは悲しいことなんだっていう感覚だったんですよ。でも、まあ、代わりって言ったらダメ、あれなんですけど、いろんな人が支えてくれて、まあ、お葬式とかも含めて、一人になるタイミングって絶対あるじゃないですか。その時に親戚のおばちゃんが近寄ってきて、大丈夫って声かけてくれたりとか、こう抱き上げてくれたりとか。で、お葬式以外の時もおばあちゃんがご飯作りに来てくれたりとか、いろんな友達のお母さんがお弁当いる日は作ってくれたりとかしてて、それで、なんか、あ、
自分って自分でも生きてないし、家族だけでも生きてないし、いろんな人がいて自分があるんだっていうのを、まあ、その時に自覚したっていうので、なんか悲しみとの裏腹に人の温かさを知った経験が、もう7歳で 感じ7歳ました。で、はい。そうだったんですか。ありがとうございはい。ます。確かにいろいろ経験されたと思いますけど、そうですね。まあ、じゃあその、まあ、お母様が亡くなってしまったけれども、まあ、みんなから支えてもらったという経験は結構、もう、小さい頃から土台になってるっていう感じなんです。そうですね。めっちゃ土台になってて、それがあるから多分今もこう人と話すのが好きな理由かなとは思います。そうですね。ありがとうございます。じゃあちょっはい。と順番に天気伺いしたいんですけど、あ、とか、次の天気がちょっといきなり二十歳に飛ぶので、その前のことも少しお伺いしてもよろしいですはい。か。なんかその、まあ小学校その大きな天気があったんですけど、まあそれ以降の子供時代って、藤岡さんってどんな子供だったとか、なんか、こんな感じに、まあ小学生はこんな感じでしたね。あれば、ちょっとお伺いしそうたいでです。すね。なんか、その母の死がきっかけで、強くならなきゃとも思ってて、裏腹に。だから、こう、周りに心配かけられないっていうのがあって、結構、天真爛漫にはしゃぐし、病気もしないし、あと、どっちかって言ったらリーダータイプで、クラスの中でも、なんかクラス委員になったりとか、部活動、バレーボールずっと中学高校とやってたんですけど、まあ、キャプテンとか副キャプテンやったりとかって、なんか、多分そのままずっと同じぐらいのキャラクターと明るさと あとは、まあ、天真爛漫さを持ち合わせて今もずっと育ってるって感じですね。変わあらゆ、ないって言われます。変わらない。そうか、今も育ち中っていうことなんです。まだ全然まだまだ大人になれてないですね。まあ、全然人それぞれでいいと思います。はい。強くならなきゃっていうのは、どうして、なんか、まあ、弱いままじゃ良くないのか、そういったことだ。そうですね。なんか、人の前で泣きたくないっていうのと、悲しいところを見せてはいけないって思ったのと、あと、まあ、なんかまだ小学2年生とかだったんで、めっちゃ安直な考えなんですけど、女の子は弱い、男の子は強いっていう感覚があって、ね、女の子だからねって、だから、こう、みんなからちやほやされたりとか、心配してもらえるみたいな。いや、でも、私は強くなりたい、男の子になりたいんだっていう ので、だからもうなんか、外でサッカーして男の子たちと遊んだり、もうスカートは女の子みたいだから履かないとか言って、強くあろうとなってましたね。なんかあんまりこう悲しみを親の前、お父さんとかおばあちゃんの前で見せたくないっていうポリシーでした。そういうポリシー。そこはちょっとなんか意外というか結構人によるかなと思って。なんか悲し、まあ、切り替えたというのか、なんか結構悲しいことがあった反動で、まあ、無理して明るくしてたわけでもないってことですよ。そこがあま多りよ分くわかん最ない。初は無理してましたね。けあ、無理ど、してたんでそす。れが自分になりました。そういうこともあるんです。はい。ありがとうございます。じゃあ、まあ、そんな感じで、まあ、学生時代は結構リーダータイプで、なので、リーダータイプで。ありがとうございます。で、その後は、短大に行ってから就職されたという。そうですね。2年生の。結構なんか、そういう経験があって、飲食店で働きたいって思ったのが、いろんな人に、まあ、料理食べてもらって、
幸せになってもらうって、一番人生で不可欠で簡単なことだと思ったんですよ。まあ絶対ご飯食べなきゃいけないし、食べたら幸せになるし、会話も弾むし、だから自分みたいなちょっと悲しい思いしてる子供たちとかも、まあご飯食べることによってその時は忘れれるとか、そういう、まあ空間っていうか、そういう場で仕事したくて、一応、短大はそういうフードコーディネーターっていう、食系の方に一応進んだって感じですね。ありがとうございます。確かに、食べることは不可欠ですし、それで幸せになることも多いです。ですよね。フードコーディネーターって、ちょっと、あまり詳しくないんですけど、どういうことをする人なんですか？ なんて言うんですかね。まあ、管理用紙とかと違うことは、どっちかって言ったら、例えばドラマとかであるような、食卓を作るっていうので、何でもご飯全部作るし、盛り付けや、まあ、テーブルセットも含めて、すべてやる。空間から、ご飯からすべてを作り出すような、資格にはなってて。雑誌とかのご飯の写真撮ったりとかも、そういうのを含めてフードコーディネーターがやってたりもします。空間から確かにそうですね。そうですね。だから、例えば、イタリアン食べてるのに和の空間ってちょっと気持ち悪いとかっていう感じのを、こうちゃんとセッティングしたりとか、色の組み合わせとか、目の前にご飯あるのに、原色の青が近くにあると食べる気失せるとか、そういうのとかも含めて、まあ学ぶみたいな感じですね。ありがとうございます。はい。やっぱり青いのがあると食欲なくなるんですか？そうですね。原体食にはなりますね。ちょっと、食べるときは気をつけます。はい、ぜひ。そっか、ちょっと今思い出したんですけど、ちょっと、箸の中何本か持ってるんですけど、真っ青な箸があったんで、ちょっと、どうにかします。まあ、ダイエットするとか、そういう人にはおすすめですよね、逆に。逆に、そういうのもある。はい。ありがとうございます。そっか。まあ、ちょっと今のところダイエットの予定はないんで ちょっとしむます、しろ気が。食べたかったら、明るいオレンジとか、赤とか、黄色とか、の方が、まあ、食欲は上がりますね。わかりました。出てきます。そっ か。はい。色も大事なんです。色も大事です。そういうのも、すべて含めて、まあ、学ぶのが、栄養士さんとかとはちょっと違うような感じで。なので、もっと、簡単っちゃ簡単なんですよ。いろんな人に、そういう空間から、食から、まあ、楽しい気持ちになってもらいたいなっていうのが、もともとの思いですね。ありがとうございます。そういった思いで、短大で学ばれて、で、その後飲食店に、就職したってことです。なんか、話せる範囲で大丈夫です。どういった感じの飲食店だったんですか？なんていうか、結構大手の飲食店で、で、いろんな形態持ってて、アラカルト、一品料理系から、最初に配属されたのがしゃぶしゃぶのビュッフェのお店だったんですけど、そういうのとか、あと、今、まあ、バイトしてる中華バイキングとか、あと、フードコートの中のクレープ屋さんとかっていう、たくさまあ、ん。いろいろ持ってる、大きな会社ですね。どうしてその会社を選んだんですか？まあ、東証一部上場乗ってるんで、一応安定してるのと、あと、まあ、給料って、飲食店で給料めっちゃ低いんですけど、飲食店にしてはまあまあ、まだマシな方かなっていうのと、あと、まあ、店舗数が多かったので、関西でもたくさん働けそうやなと思って、選びました。わかりました。
じゃあ、なんか、場所的なところで行くと、特に他の地域に行くというよりは、地元、関西とかで、ってことだったんですそうか？ですね。わかりました。ありがとうございます。で、なんか、じゃ次の天気が、まあ、仕事のところなんですけど、結構休みがあんまりなくて、長時間で結構しんどく感じてたってあったんですけど、結構きつかったんです。そうですね。繁忙期って言うんですか、春休みとかゴールデンウィーク、夏休みになると、毎日朝9時から夜10時半とか11時までみたいなが、まあ、3連勤続いたとか、7連勤の中にポンポンポンってあるとかがあって、まあ結構きつい、しんどくて、休みもないから、取れるときは全然月8回、9回取れるけど、夏休みのしんどい時に6回しか取れないとかなって、なんか体調崩して、で、なんか、ああ、このままやったらあかんなーっていうのをひしひしと感じる日が増えていったって感じですね。それはきついですね、そっか。そうなんです。まあ、その場所もね、1時間ちょいかかる場所だったんで、9時出勤しようと思ったら、8時前には家を出て、で、11時に終わって帰ってきたら12時半ぐらいで、次の日また8時までには出なきゃいけないみたいな、もうどうしようってなってました。1時間もかかるとさらにきついですそうなんですよね。ね。じゃあ、そこから、まあ、一旦やめるってことになるってことですか？そうですね。それで、まあ、8月のその繁忙期で、休みが最初4回しかなかったんですよ。前半、後半合わせて。で、最後の30、31に、その SV、上の人が、エリアマネージャーみたいな人が、お前、休み取ってないやんけ、みたいな感じになって、俺が入るから、お前は休めって言って、2連休くれて、で、初めて一人旅で、ちょっと広島に行ったんですよ。で、そこで出会ったのがゲストハウスで。で、初めてゲストハウスに行って、で、その時たまたま他のゲストさんもいてて、一緒にカレーを食べたんですけど、みんなで。その時に、あ、こっちの方が、こう飲食店ってやっぱ提供するだけになりがちだけど、ゲストハウスの方がずっと話せるって思って。で、翌朝も会えるってなると、飲食店よりもゲストハウスの方が自分のやりたかったことに近い。こう、絶対人生ってしんどくない人っていないじゃないですか。絶対どこかみんな辛い思いしてたりとか、なんか嫌なことあったんだよねっていう日があると思うんで、あ、ゲストハウスの方がそれを共有したり、もしくは忘れて楽しい時間を過ごすのにいいやんっていうのを初めてそこで体感したっていうのがあって。で、そこが初めてこうゲストハウスに興味を持ったきっかけになりましたね。それがきっかけだったんはい。です。ゲストハウスに泊まったこと自体も広島に行った時が初めてだったってことですそうか？です、そうです、そうです。逆になんで、ゲストハウスに泊まろうと最初思ったんですか？なんか、テレビで、不意に、そのゲストハウスを取材してたって、で、その時に、そうやって、海外の人とか、日本人とかが交わって喋っている空間が映ってて、行ってみたいって、なんか直感で思直ったん感、ですよ。で、広島を選んだ理由が、私が中学生ぐらいの時に、地元の温泉に行った時に、やたら目が合うおばあちゃんがいて、で、ずっと会ってるなと思ってたんですけど、最初喋んなかったんですよ。で、おばあちゃんの前通った時に、こんにちはって言ったら、そのおばあちゃんも、こんにちはって返してくれて、なんか喋ってるうちに、おばあちゃんが、あなたにはぜひ、広島の尾道に行ってほしいわっていう、一言をポロって言ってて、これが不意にこうパッ
って仕事つらい2連休もらえたどうしよう尾道ってなって尾道に行ってゲストハウスに行ったっていうので、なんかまあおばあちゃんの言葉とテレビのゲストハウスのおかげで人生が変わったって感じですね。すごいなんかめちゃくちゃ直感的な感じだったんです。そうですね、直感で何も考えてないです。その温泉のおばあちゃんの話が面白くてそんな夢があった、はい、そうなんですよ。それはまあ、ね、ずっと5年ぐらい覚えてたことが奇跡だと思うんですけど、うん、ちなみになんで尾道に藤岡さんに行ってほしかったのかって理由は分かったんですか？その旦那さん、おばあちゃんの旦那さんが尾道の鉄塔みたいなところの、はい、その、まあ、点検とか修理をする仕事をやったらしくて、はい、で、おばあちゃんがそのまだ若い時に旦那さんに上に連れて行ってもらったらしくて、そこから見る景色が私は一生忘れられないのっていう話で、なんかあなたにも同じような景色を見てほしいって言われてどんな景色だよって思って、まあ、興味は持ちますよね。おばあちゃんが言う景色とはって思って、それで、まあ、もう頭の中にすり込まれてましたね。なんかいろいろ不思議ですけど、どうなんですかね。藤岡さんがその時なんか深いところが好きそうな顔してたのかちょっと謎です。もしかしたら、はい、疲れてた顔してたんかもしれないです。あ、しんどいって思ったのかもしれないです。中学生ながらに。中学生ながら。ちなみに尾道でその鉄塔は登ったんですか？鉄塔は登ってないんですけど、はい、尾道に千光寺っていう結構山の中腹、もうちょっと上かな、らへんにある有名なお寺があって、はい、そこのお寺に、まあ、夕方と朝と登って、尾道を一望したりとかはしましたね。多分きっとこんな景色を見たんだろうなと思って。うん、2回も行ったし。はい。お気に入りになりましたね。いいです、うん。ちょっと、尾道行ったことないですけど、ちょっとめちゃくちゃ気になってきました。いや、もうぜひ行ってください。めっちゃいいところです。おぉ、わかりました。ありがとうございます。はい、いいか。はい。で、それで、まあ、広島行ってゲストハウスの出会いがあって。うん。で、その後、ゲストハウスの、ちょっと、ゲストハウスとの関わりはどんな感じになってたんですか？で、仕事をして、で、よくよく月10月ぐらいに、はい、またたまたま2連休があったんで、次、そのタイミングで高知のよさこいがあって、友達がよさこいに出るから来ないっていう、あ、めっちゃいいタイミングと思って、うんうん、高知に行って、高知でもゲストハウスに泊まって、はい、で、その時にドミトリーってアイデアで、たまたまゲストハウスに興味あるっていう男性二人と、うん、すいません、知り合って。あ、で、うん、めっちゃゲストハウスの話をして、はい、そこからなんか、あ、自分もやりたいってなりましたね。やりたい。じゃあその男性たちも、ゲストハウスやりたいみたいな、そんな感じの。あ、そうです、そうです。そんな出会いがあったんです。拍車がかかりました。拍車が。ちなみにその時はどんな話をしてたんですか？ゲストハウスについて盛り上がったってことです。なんか、日本人って、あんまりこう、なんだろう、他の人と交わることを好まない。うんうん、なんかこう、友達とか、はい、学校とか、会社っていう枠組みの中では仲良くなるのに、うんうんうん、枠の外に行くと、こう、なんだろう、敬遠する。あ、でも、それがゲストハウスだったら、なんか、敬遠しないよね。はい、だから、うんうん、海外の人とも英語喋れなくても喋るし、交わるし、他の
日本人とも会話するよねっていうので、うん、こういう空間ってあんまり多くはないし貴重じゃないっていう話をしましたね。うん、なるほどな。ゲストハウスに行くとなんかそういう枠を超えた交わりをしやすくなるのか、うん、なんかそれともなんかそういうものを求めてる人がゲストハウスに来るとかって言ったらどっちなんですか？多分求めてる人が行くのが本当は多いです。はい。で、たまに、まあなんか全く知らずに来る人がいてたりとか、あとはなんか初めてゲストハウスに来ましたみたいな、その若い、はい、私のような若い子とか。うん、がおるって感じですね、うん、いや実は私もゲストハウス泊まったことまだなくて、泊まってほしいですね。あ、確かにそうですね。あんまりなんか泊まるときぐらいはゆっくりしたいなみたいな。なんかなんだろう、そう泊まる結構旅行の中で重要なことだと思うんですけど、はいはい、ホテルで泊まったらそのホテルのことってあんま覚えてなくないですか？旅行ってなって、まあ、友達と楽しく喋ったっていう思い出はあっても、はい、このホテルのここが良かったとか、はい、このホテルがこの旅で一番思い出に残ってるって中心核になることってあんまなくないですか？そうですね。あんまないですね。やっぱ行ったところの方が覚えてます。観光場所とかの方が。はい、だから、でも観光場所って行っても1時間、2時間じゃないですか。うんうん、ホテルって、まあ、8時間は少なくとも行ける、寝る場所。なので、結構大部分を占めるのに、確かにこう思い出にならないって、もったいないなって思うようになって、で私は結構ゲストハウス泊まるようになりましたね。はい、うんうん。ちょっと全然そういった観点で考えたことなかったです。いや本当もったいないです。はい。はい、アイウェアの部屋とかもあるんですけど、全然個室のリラックスできるような部屋とかもあるんで、ぜひそういうところで泊まって共有スペースでみんなと喋るとか。うん、やってもらいたいです。あ、ありました。ありがとうございます。そっか、なんかてっきり全部アイビアなのかと思ってましたけど、個室もあるんです。はい、わかりました。ありがとうございます。ちょっと、はい、ゲストハウスのまあ経営されている方と会うことはないんで、ないんで。そうですよね。はい、結構おじちゃんばっかです。いや、おじちゃんばっかですか？はい、おっちゃんが多いです。じゃあ藤岡さんみたいな、まあ若い人というか、まああんまりいない。そんなにいないですね。うん、結構珍しい方だと思います。少なくともみんな30後半とかが多い。か、もう50ぐらいで世界一周行ったおっちゃんとか、はい。ああ。ですね。すごい。ワールドワイドです。はい。はい、ありがとうございます。うん、その後、まあ、次の天気の話に行きたいんですけど、うん、いろんな、なんかその後、まあ、会社は辞めて、フリーターとなって、なんか国内外とかいろんなところに旅に行ったということなんですけど。うん、そうです。はい。会社辞めたのは、まあ、1年ぐらい働いてたってことですか？そうですね。ちょうど1年。11ヶ月ですね。1年足らず。そのタイミングで、ネパールのボランティアのイベントっていうか、そういう企画があって、はい。なんかわからないけど、そこに行きたいって思って、会社に飛行機取ったんで、この日で辞めますって言って辞めました。飛行機取ったんで辞めます。はい、休みくれないなら、この日で辞めますって。やめましたね。やめました。で、それでネパールのイベントに行かれたってことですか？はい、そうですね。ボランティア行って。はい。楽しかったです。ボランティアはどういったことされてたんですか？個人で、
運動会をするっていう感じで、ネパールって結構想像する貧困通りなんですよ。本当にストリートチルドレンがいたりとか、外で水浴びをしてる子がいたりとか、まあ、全然普通の生活してる人もいる反面、そういうのが、結構街中でも見れたり、街の外でも見れたりっていう感じで、で、個人にやっぱり多くて、子供たちが。で、ああいうのって国とか、そういう、日本でいう県みたいな、都道府県みたいなとこから補助金が出たりするんですけど、それじゃ足りないってなってて、基本みんな1日1食か、まあ多くて2食。で、お肉が食べられない、高いので。っていう環境で育ってる子供たちに、まあ1年に1回楽しい思い出をっていうことで、運動会をしたりとか、羊じゃない、ヤギ丸々1匹持って行って、その場で捌くような、首切りからスタートして生きてるヤギをみんなで捌くとかっていうことをしつつ、ワイワイ楽しく子供たちと過ごすっていう感じでしたね。それもまた行こうと思ったのは、まあ、直感だったんです。感ですね。ツイッターで見て、あ、行っこれたらよ。なんか行かない、あ、行った方がいいな、行かなきゃな、みたいな感じです。その行かなきゃなーっていうのは、なんか、特に理由とかその時は全然分からず、そうもうで本当すに、ね。まあでも行かなきゃいけない感じそう、だった。なんか、あ、これ行った方がいいって、ほんと直感で思って、ネパールについて何も知らないんですけど、応募しました。すごいです。なんかその直感というかなんだろう。何も知らないところに、何も知らないところの方が逆に良かったです。そうですね。アメリカとかも行ったんですけど、なんて言うんでしょう。想像通りっていうか、ニューヨークって言われて、高いビルの中に人がいっぱいいて、タクシーとかいっぱい走っててっていう、ああいう想像通りは、まあ行っても楽しいけど、分かってることじゃないですか。でもネパールとか、想像してた以上のことだったり、想像してるのとは違う人の優しさをやっぱり感じ取れるんで、すごい良かったっていうか、行って正解だった場所と、あと、日本にはない輪廻転生の考え方とかを教えてもらえたので、いい経験にはなりました。全然想像つかないです。話聞いてて。そうなんですよ。レンガ工場とか行ったりして、レンガ工場。すごい量のレンガをみんな歩いて、おんぶして。すごい量って、何個ぐらいですか？めちゃくちゃ積んでる。もう、30近く積んでる人とかいてて、結構重たいレンガですよ、普通に。それを1日、朝から夜まで、夕方までか、運び続けても300円しかもらえない。っていう。ので、もう信じられんって感じですよね。確かに。人力で運んで、しかも300円って。そうなんですよ。家とかもないに等しいような作りで、中で本当に2畳ぐらいしかないのに5人とかで住んでたりとかするんで、それ入るんですかね？そう思っちゃっってていいう、本当に座って寝てるよねっていうような場所で生きてるのに、みんなめっちゃ笑顔なんですよ。見に行くじゃないですか。で、冷やかしてるようなもんじゃないですか、日本人が来たい。おーおーおーみたいな、てめえら頑張っとんな、みたいな感じに受け取るんやと思ってたんですよ、向こうの人たちは。全然そうじゃなくて。見ろよ、これすげえだろ、みたいな。俺こんなに担げるんだぜ、みたいなとか。
うわ、日本人だみたいな子供がいたりとか、はい。うん、写真一緒に撮ろうって言ったら絶対笑顔で撮ってくれるし、なんか、まあそういう、どんな家に住んでるの？とか質問しても、快く答えてくれたりして、なんか人間のその豊かさってお金とかそういうのじゃないんだなっていうのをちゃんと知りました。うん。確かに。実際体験してみて分かるというか、そうですそうですね。よく言うじゃないですか。お金で買えないものはあるとか、はい、言いまなんすね。か、お金が全てじゃないとか。でも、それって結構、上っ面発言してる人とかも、絶対おると思うんですけど、そういうレンガ工場とか個人とか行くと、お金がない中に人生の楽しみを見つける人たちが本当にいっぱいいてて、で、それを、こう、自信を持って幸せだって言える。一日300円しかもらえないのに、僕には仕事があるんだよ。すごいだろ？幸せだぜ！みたいな、言える。その感覚があって、初めてお金が全てじゃないって言える。なっていうのを学んで。いや、そういうのを知るのと知らないのでは、まあ、ね、自分の仕事に対する向き合い方とか、考え方とか、人に対する、その接し方とか変わってくるなっていうのはすごく思いますね。確かにそうですね。うん。ありがとうございます。で、他何か旅行で行ったところで、なんか印象的だったことがありますか？他でつったら、まあでもそれで、真逆のシンガポールとかも、結構、全然真逆で楽しかったですよね。めっちゃシティやし、日本よりも綺麗だし、法律、例えば、唾吐いたらダメだよとか、アらルしコいールですね。持って歩んだら、飲んで歩いたらダメとか、そういう逆に、リッチな人たちが多いような国に行くのも、すごい良くて、街の至るところに、なんて言うんですか、最近で言うサステナブルな世界みたいな、クジラがゴミで作られてて、海にはこんだけゴミがありますとか、っていうような展示だったり、あと博物館に行ったら、日本がシンガポールに昔攻めてて、満州事変の頃に、日本からしたら、勝った、ウェイっていう状態。でも、シンガポールからしたら、日本が攻めてきた、怖い。っていうのを、こう、両局面で見れるようになってて、なんて言うんですかね。日本で見てる見方と、シンガポールからの見方を知れるっていう、そういう歴史的な観点とかは、まあ、ネパールでは味わえなかった、考えてしまうようなことがありました。歴史も学べます。はい。なんで、なんか、そういう、ね、貧困の多いところに行くのもいいけど、外は都会で、また違ったことを学べるので、海外とか行くのってやっぱり大切だなって、日本だけだったら見てる視野ってすごい狭いんだなって思います。ありがとうございます。そっか。そうですね。私も最近は、ちょっと海外行けてないんで、うん、行待っきてたまいすでか。すよね。まだ、そっか、ゲストハウスしたらいけないです。行 けなくはないん行けなくで、なるんです。5月はタイに行こうと思ってるんですけおお、ど、でもなんか逆にいろんなゲストが海外から来てくれるんで。海外に行かなくても文化の違いを知れたりとか、なんで日本に来てるのかを聞けたりするので、割とそれはそれで満足してます。行確かかに。なくても。行かなくても 行か外な国く気て分。も。はい。ありがとうございます。そっか。それでなんかちょっと旅行、海外旅行で思い出したんですけど、その次の天気にちょっと行っちゃうんですけど、
コロナの時って、藤岡さんはどうされてたのかなと思って。まあ、その当時はまだフリーターで、バイトだけしかやってない。で、まあ、基本毎月1回はどこか旅を行ってて、国内と国外問わず。それがなくなったので、旅がなくなって、まあ、友達にも会いづらいし、あと、仕事も、まあ、サービス業なんで、飲食とか、あとはホテルでバイトしてたので、それもなくなりし、あれ何してんだっていうような感じで、何のために生きてるんかが一瞬わかんなくなって、自分の楽しみが全て取られて、まあ仕事もないからお金もないし。で、まあその当時結構イベントとかもやってて、ゲストハウスやりたいと思ってる人たちの勉強会とかも開催してたりしてたんで、そういうこともできないし、なんならゲストハウスがいっぱい潰れていくし、みたいな状態を見て、もうなんか、なんて言うんですかね、鬱じゃないけど、そういう感覚でしたね。なんか、そうですね。なんかその、当時の藤岡さんから言ったら、なんか、全部奪われるぐらいな感じだったんですあ、そうです、そうです。家でもうもぬけの殻になって死んでました。ね。ずっと寝てるし、みたいな。2020年春からですね。はい。そうですね。3年前。ちなみにそのゲストハウスが潰れていくっていうのは、割とコロナが入り出して初期の頃ですか？いそれや。ともちょっと経ってかまあ、早い人は1年目の、な。1年目？その後半、夏終わりぐらいから撤退する人も多かったし、2年目、3年目になって、結構有名なところがなくなったりとかして、まあ、ゲストハウス界隈の人たちはみんな、え？みたいな状態になってて、あそこが潰れたの？みたいな。え、じゃあ僕たちもやばいんかなっていう、空気感が流れてて。で、結構ゲストハウスって、まあ、2種類ぐらいに分かれてて、個人でやってる人で、その交流をメインにしてるゲストハウスと、不動産屋さんとか、建築会社がやってて、何個か店舗出してるんで、あんまり交流がメインじゃなく、ただただ安宿、素泊まりでやってるようなところがあって、で、やっぱりこの、建築会社さんとかがやってる方は潰れないんですよ。あ、潰で、れない個んです人でやってる人たちって、交流がメインでやってる人たちって、交流ができなくなるんで、潰れていきやすくて。なので、私がやりたいゲストハウスの形の方が潰れるっていう。なので、なんか、あ、大丈夫かな。これ、将来戻るかなって思って。みんないろんな国の人が、コモンスペースの机を一緒に囲むことができる日が来るんかなっていう不安がすごくありましたね。それ、なんかその、ゲストハウス2種類あるっていうのは初めて聞いて。で、しかそうも、です。陸上岡さんが目指している方が潰れやすいっていうのは結構それはショックです。そうですね。なので、どうしたら救え、みんなを救えるだろうとかっていうのも、ちょっと考えたりしてました。何か考えてこんなのいいんじゃないかね、アイディアってあったんですもうやめちゃったんですけど、オーナーさんを紹介するウェブサイトとか作ってましたね。ゲストハウスのオーナーさんって、それこそ世界一周行ってたりとか、バイクが好きとか、なんか、趣味を持ってる方が多いので、それを聞きに行けるようなサイトがあったら面白いんじゃないかと思って、旅をしに行くんじゃなくて、そのオーナーに会いに行くを目的に旅をしたら楽しいんじゃないかなっていうふうに思って、そのウェブサイトを一応作ってやってたんですけど、まあ、その中からも結構潰れちゃったんで、
もう閉じちゃいましたね。ちょっと手に負えんくなって。ありがとうございます。はい。コロナがあって、で、少し収まってきたときに、その、今のホステルの、なんか、受け継いでくれないって声がかかったわけです。そうですね。お、今年の6月に声がかかって、はい、ずっとどうしようって悩んで、で、8月の初旬に、青森のねぶた祭りに行ったんですけど、はい、それが自分の国内のラストの県で、47都道府県目で、で、それを行ったから、まあ、旅はちょっと落ち着けると思って。で、やるって8月の中旬ぐらいに言って、8月後半に受け継いで、9月1日からスタートしました。受け継いでからがすごく早いですね。なので、わけ分かってなかったです。うん どうしようどうしようみたいな。逆にその、藤岡さんに、なんだろう、そのオファーというか、受け継いでくれないって話が来たのって、どうしてだったんですか？ツイッターで、知り合ってたんですけど、はい、ずっとゲストハウスやりたいってことを言ってたのと、はい、のイベントしてた時に、そのオーナー飲み会をやってて、いろんなゲストのハウスのオーナーさん集めて、まあ、意見交換とか、情報交換すれば私が作ってたんで、はい、認知はしてもらってたって感じですね。本当に、なんですか、引き継いでほしいってことは、なんかその前、今のところの前のオーナーさんは、なんていうか、引退なんかどうして辞めるのか。そのコロナ禍になって、宿だけじゃ無理ってなって、介護の仕事を始めはって。ああ、はい。で、なんかやっていくうちに介護の方に力を入れたいってなって、うん、で、まあそろそろ、身を引こうかなって、結構その方も6年ぐらいかな、うん、やってたんで。はい。多分ちょっと、まあ疲れはったのもあるんかな、って感じですね。わかりました。で、まあ、もともと、まあ知り合いの方ではあって、うん、まあ藤岡さんがゲストハウスやりたいっていうのも知ってなって。そうですね、うん。まあ、あんまりいなかったんで、その、最初はいて、ゲストハウスやりたい人いっぱいいてたけど、はい、コロナになってからやりたいって言い続けてる人って多分いない。あ、はい、普通に考えて経営として成り立たんから、うん、その時期にやりたいってまだ言ってるやつおるみたいなぐらいなんで多分、はい、だから言ってくれたんかなと思います、うんうん。藤岡さんは言い続けるってこと。そうですね、言い続けてました、はい、うん、その、で、引き継いで、まあ、はじめは結構大変だったというか。そうですね。なんか、あんまり教えてもらうとかなくて、なんか、丸投げされちゃったんですか。はい。あ、そうだったんですか。なんか教えますよって言われてたんですけど、はい、まあバイトしてたんで、そのまあ言ったらブッキングドットコムとか予約サイトのことは分かるんで、はい、うんうん、なんか気づけばもう完全一人で出っ放からポーンってまあ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 できるからいっかみたいな、はい、でもこのシーツって何のシーツみたいな感じでしたね。設備のことが分からないっていう、うんうん、いろいろありつつも、じゃあ、まあ、やりたかったゲストハウスをとうとうやる始めることで。そうですね。うん。実際、その、泊まる側から経営する側になると、どうなるんですか？ああ。まあ、でも基本的にはいいことばっかり。みんなゲストさん結構優しいし、はい。いろんな人がそれこそ来てくれるんで、いろんな、その、人の
考えてることとか、仕事とか、あと、まあ、その人の国とか都道府県について、やっぱり知れるので、自分の中で、なんか知らなかったことをやっぱ聞けるってすごい新鮮だし、あ、こういう生き方もあるんだって思うと、じゃあ、このゲストハウスがダメになった時、こういう生き方したいなとか、っていう、まあ、次ができるので、私にとっては今すごい楽しい状態ではあります。やっぱりいろんな人と会うことで、やっぱりいろんなことを知って、まあ、その次というか選択肢も広がるっていう広形がですね。る。し、まあ、ね、辛いこととか、嫌なこととかも、なんか、あ、自分からしたら辛かったけど、この人からしたら大したことないじゃんとか、思うと、なんか、気持ちが軽くなったりとか、するんで、まあ、それこそ話してたら笑い話にできるんで、何でも。なんか、そういうんで、まあ、気持ちが楽になったりとか、あと、まあ、共感してもらえることによって、まあ、ちょっと救われることもあって、次に進みやすくなるし、なんか、その人からのアドバイスもらえたら、それはそれで、こう、次の選択肢にもつながるんで、なので、結構みんな、ね、自分はこうだったよ、みたいな。全然話してくれるんで、お互いにとって結構ウィンウィンな関係なんじゃないかなとは思いますね。ありがとうございます。ちなみに、藤岡さんが今のゲストハウスを、まあ、経営する中で、大切にしていることを気をつけていることってあったりする？大切にしてることってほどではないんですけど、極力すれ違う時とかでも、はいって言ったりとか、あと、まあ、そこのチェックインしてきはった時に誰かがいてたら、この子ゲストさんで、例えばフランスから来た子だよとか、軽くこう紹介してあげることによって、一回目が合えば、後のコミュニケーションってすごい簡単だと思うんで、それをこう、最初のマッチングできれば限りやってはいますね。確かに。紹介があるとないとでは話しかけるハードルも変わります。そうですよね。自分から行くのって話していいんかなってやっぱりなると思うんで。そこは極力、なんか、名前とかまで言うのはちょっといいんかどうかわかんないんで。フランスから来た子とか、滋賀から来た子とか、そんな感じで紹介してます。いいですね。そっか。今、手が合えば話ができるってのを聞いて、温泉のおばあちゃんの話を思い出したんですけど、あれも聞いてるんですか？ 確かに、そうですね。そう、まあ、目が合えばね、結構、初っ端楽ですよね、やっぱり。でも今思えば、そのおばあちゃんと目が合ってなかったら そうですよね。今、もし会ってなかったら、多分、尾道に行くことがなかったんで、尾道のゲストハウスじゃない、ね、ゲストハウスに行ってたら、もしかしたら交流のないゲストハウスだったかもしれないって思うと、なんか、おばあちゃんがつないでくれたご縁かなって思います。そうですね、おばあちゃんがつないでくれた。すごい。てか、本当に見ず知らずのおばあちゃんだった。はい。全然知らなくて、それ以来その温泉行っても会うことがなくて。不思議です不思議です。誰だったんだろうとは思います。ありがとうございます。はい。気づけば結構もういい時間になってきたんで、そうですね。まあ、ちょっと締めの方に入っていこうと思うんですけど、はい。二つちょっとお伺いしたいことがあって、まあ、一つが、藤岡さんの今後のビジョンというか、まあ、今、ゲストハウス経営されてるんですけど、この先1年後とか、まあ、10年、5年後、10年後とか、こういう方向性でやっていきたい。まあ、ゲストハウス問わず、
なんかそういうのがなんか、もしあれば、お伺いしたいなと思ってるんですけど、いかがですか？まあ本当は、私奈良出身で、奈良でゲストハウスやりたいっていうのが一番の夢で、で、まあ奈良県の生駒市が出身で、まあ実家がそこにあるんですけど、生駒市にそのゲストハウスってちゃんと言えるような場所がなくて、なんでそこにそのカフェとかバーとか、兼ゲストハウスを作りたくて、っていうのも、私が中学生の時、結構不登校の子が多くて、クラス、まあそもそも人数少ないんですけど、クラス24人とかなのに、不登校2人とか3人おったりしてて、結構不登校が多くて、別にそれが悪いとか、その人が悪いとかは全く思わないんですけど、学校に行けない子ってなんか、居場所がないって思うことが多いので、学校に行かなくても、ゲストハウスとかに遊びに来て、いろんな人と交流して、いろんな仕事や価値観とか、国とのことを知ることで、あ、こういう仕事に就きたいとか、こういう人生歩みたいとか、こんなキラキラしてる大人に私もなりたいって思ってもらえるきっかけになるような場所が本当は一番作りたいゲストハウスで、それを、また奈良で、あの近くで やりたいなって思ってて、今はなので、なんか、ここのゲストハウスは結構夢叶えたねってみんなに言ってもらえるんですけど、夢叶えたっていうよりは、まあ自分が本当にゲストハウスできる力量があるのかとか、経営できるのかとかっていう面で、そのステップアップの一つでしかないなっていう感覚です。わかりました。じゃあ、まあ、これをステップに、まあ、地元で、今おっしゃってたゲストハウスを作るっていうのが、今のところのゴールです。そうですね。それがゴールです。ありがとうございます。で、もう一点聞きたかったことが、まあ、今回のインタビュー一応20代向けとか、まあ、中に中高生の方見てると思うんですけど、まあ、なんだろう。まあ、藤岡さんから見て、まあ、同世代に向けて、まあ、せっかくなんだ、これは言っときたいみたいなことがあれば、最後にお伺いしたいです。まあそうですね。なんか、人についても、国についても、文化についてでも、価値観についてでも、いろんなことをやっぱり知ると、自分の絶対人生の糧になると思うので、ずっとずっと前に進んで、全部全部知ろうって思うとしんどいとは思うんですけど、自分に余裕があるときは、極力いろんなところに出かけたり、いろんなイベントに行ったりして、いろんな人の価値観、いろんな文化とかを知ると、絶対、何か悩んだときとか、誰かに何かあったときに、助けられる手段になると思うので、いろんなことに興味を持って生きてほしいなと思います。ありがとうございます。いろんなことに興味を。まあ、まあ、今回のインタビュー通しても思ったんですけど、まあ、藤岡さん自身もいろんなところに、まあ、ネパールとか行って、それを持って行動したから気づいたことがあって、まあ、考え方とかも変わったっておっしゃって、確かにそれ、なんか藤岡さんの手から聞くと、やっぱりなんか、重みがあります。よかったですよ。ありがとうございます。ちょっとじありがゃあ、とうございます。ありがとうございました。ちょっとまだまだお伺いしたことはあるんですけど、まあ、一旦お時間なので、ここで、本日のインタビューを終了いたします。藤岡さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼いたします。失礼します。